ここの店の前に来るとイカの声付き CM が流れてるから聞いてみて。バレルスピナーにバレルしょうもな。どうもチャップです。スプラトゥーン3やっていきましょうということで、今回は一足ガン積みしたバレルスピナーバレルやっていきたいと思うので、皆さん頑張っていきましょう。ガチャアサリでございますね。どうやって立ち回ったらいいんやろう。まあ錬金術師ね、アサリの錬金術師になりつつも、まあキル取っていったらいいんかな。まあまあでも僕ゴールしたいから、まあゴール狙おうかなちょっとキルも狙いつつゴールも狙いつつみたいな感じでやらせていただきましょうかね。味方の人にね、いい感じにこうパスを出してあげれるようなプレーができたらさ、まあオッパピーかなっていうことあるけど、あ、ここ下なんかテーマパークみたいに開いてんねや。ちょっとそれ知らんかったの、ちょっと怖いな、気をつけないと。そのなんかテーマパーク具合がすごい。あ、これキルできへんな、これ多分。お、意外とできる。え、なんか意外となんかできそうやねんけど、あ、ちょっとチャージ早かったかな。あ、でも意外と、お、意外とできるやん。はい、ホップソーナーどうぞ。お、おるんじゃないこの辺潜伏して。あ、おる、いますやん。ほらほら、やったね。あ、これパスする。めっちゃアサリあんねん。めっちゃアサリあんねん。僕、めっちゃ一応アサリあんねんで。え、でもいいんか。よっしゃ、いっぱい投げとくわ。あ、ここにも1個おってるんで、これローリング投げしとくわ。あ、なんかおるで。なんか大丈夫、みんなおる。なんかおるよ。え、大丈夫。え、どうしたらいいかな。どうしたらいい。あ、こっちから来た。あ、倒せた。おナイス、味方の人。お、ちょっと役立ってんじゃない。これどうしようかな、この辺飛ぼうかな。なんかこの辺やったら多分沼ジャンピーにはならんと思うねんけど、よく言われる伝説の沼ジャンピーチャップ、にはなってない。ちょっと待って、アサリどこだか、アサリ拾ってくる。アサリちょっと、アサリの募金が足りません。アサリ募金。オッケー、錬金術師して、オッケーオッケー。え、なんかあとそれバリア閉まるかな。え、閉まるか、分からへんけど、なんかめっちゃ仕入れたけど、あのゴリだ、これはこれダメだよね。でもね、これ多分ウルトラの子倒せる。お、倒されへんの意外と。お、待ってくれ、倒されへん。あれ自分やったら正面から撃ったら倒せ、あのやられんのに、僕がやったら全然あかんやん。なんでな僕嫌われちゃったねウルトラハンコ神にね、僕嫌われたんかもしれへん。でもいい感じのリードですね。ここはどうやってこう守っていくかでしょう。僕しっかりね、射程が長い僕の武器なんで、これしっかりね、こう防衛しといてあげないと。ここは防衛大臣や。これチャップ防衛大臣になっていかないとあかんと思うね。ちゃんとインク回復して、うわ完璧にスペシャルのこと忘れてたちゃんと見とかないとね。ウルトラハンコとカニタンクが来ると覚えておきましょう。 OK、 覚えてます。僕覚えてます。もうほんま覚えてるんで、チャップはここで覚えてるんで。で、来ますよ。で、ここ今度勝つよ、勝つ。いける、なんかいける。 OK、 ほら、いけるやん危なかったですね。で、ぬりぬりして、ホップステップジャンピングアイスクリーム、どこで、ちょっと僕のこの31のアイスクリーム、あ、31アイスクリーム真ん中置いとく。うわ、やばい、うわっぷねー、スペシャルたまんの早いやん、めちゃくちゃ怖いやん。 OK、 僕のあれやわ、あの31、新スペシャルの31がいい感じに火吹いてるかもしれん。で、そこで多分バルンバルンバをね、なんか輸出してる魔物がおるんで、家電量販店モンスターがおるんで、ナイス、しっかり押さえてくれてますね。イカ忍者おる。あれか、ボールドと、ローラーがイカ忍者で、忍者忍びになれるという忍者タイプがおるということでございますね。で、倒してくれてますね。んで、アサリ取ってくれるでしょ。どうするアサリ、うわここ潜伏してるナイス、いい感じの やられたが効きましたね。で、これやられチャップなったから、またこの辺で防衛しておこうかな。どうする、これどうしちゃう、どうしちゃう、あ、これ上から来られたら多分なんか目ん玉飛び出せる森になりそうし、この辺潜伏してそうなんで、しっかり、あー、オッケー、ウルトラチャップの呪文ね、そのみんな元気になるウルトラチャップの呪文、バリア潰せるか、ウルトラチャップの呪文、みんな元気、下におるぞ、これ下から入ってくるんちゃうか、みんな元気なウルトラチャップ、あ、下来えへんな、え、なんかおったよここ絶対、なんか僕見えたもん、パワーを、気配を感じ取ったんね。 やられへんか、大丈夫か、味方の人任せ、ホップさな、よっしゃ、これで31の魔物を出しといて、まあ僕は引きつつ防衛しといたらなんとかなるんじゃないのか、こうやって OKOK さあ、まあ森にな、アサリな、タッチダウン。でも僕錬金術で一回でっかいのさ、チャップの錬金術師やで言うてさ、錬金術師やなー言うて、僕も楽しみたんやけど、あ、なんか一周回ってきてんな、そこ世界一周の旅してきてるやつおるわ、世界一周のボールでおるわ、なんとなく局者とかで当たるかもしれん、あ、ちょっと当たってたな、いいね。で、こっちかな、下からは来ない、ちょっと怖いんだよな、どうするみんなの人、
デュアルスイーパーの人がめっちゃ持ってるけど、あ、いいですね、なんかありがとうございますね、なんかありがとうございます、ありがとうございます。やっぱエイムおじいちゃんや、エイムがおじいちゃんや。いやー、サーティワンアイスクリームから僕のスプリンか。来てる、おい、怖いって。めっちゃ来てるやん。目ん玉飛び出すの森になりましたね。あ、チャップアウトしてる。僕6個あるで。あ、これ投げます。投げてくれたら僕6個入れるわ。ヘイヘイ、あ、1個跳ね返ったし、後ろおったし、やってくれてる。僕の魂拾ってちょー。あえないず。まあ、こんな感じの動きでよかったかな。僕、こっかアサリの錬金術師ならんかったやん。エドワードアサリックになられへんかった。ちょ、もうそこだけやな。手パンって叩いてさ、なんか連成でけへんかったもん。エドワード・チャプリックになられへんかった。いやでもエドワード・アサリックの方がええな。おお、あと1回、成績こんな感じ。あー、スメーシーやー、同じステージになっちゃった。残念、無念、またジャップですが、これに勝ったらさ、僕タラララン、タンタンタンってなれるからええなと思ったけど、リッターおるなー。リッターに抜かれて人生終わりか。非常に危険ですね。で、リッター以外の人を倒すという形で僕はなんかうまいこと立ち回っていってあげたいんですが、これ正面とかリッターおるやろうな。これどこまで届く、ちょっと一発打ってほしいんやけど、あ、僕ね、忘れくれた、ありがとう。オッケー、錬金術師僕なるからな、うまいこと。まあ、光栄ぐらいで、あんまりこうデスせえへんように立ち回って、アサリタッチダウンできそうやったらタッチダウンしていくという感じで、オッケー、スプリンクラー、ナイスやな、この人やられへんようにして、で、僕のこの31アイスクリームを置いて、で、しっかりチャージして、よっしゃー、オッケー、いや、いいね、オッケー、こっちさっきタッチダウン、敵もなんか錬金してた、もしかして、とりあえずめっちゃ入れとくわ、めっちゃなんか、敵も錬金しようとしてた、なんか敵にも錬金術しようってやんけ、あ、この人か、おー、カニがいます。すいません、野生のカニが、なんか野生のカニが紛れ込んでしまいました。野生のカニが、おお、僕ちょっとここで潜伏して、いや、帰れるかな、家帰れる、帰れるから、帰らせてほしい。あ、ごめん、一回帰る、ごめんなさい。帰ってきました。何や今の、なんかシャープマーカーの人とかかな、なんかゴリって来てたんや。危なー、好きやらば、タッチダウンしたろ作戦のパティンしてきとるで、これは。あ、来てる、オープンね、危ない、ローラー次は、何、なんかバルンバルンバ系男子がすごいんだけど、これどうしようか、なんか下から来てんな、これプライムシューターの人や、これプライムシューターの人、あがん、これリッターにやられるから、やられへん立ち回りして、あ、入られた、ごめん、これ止められるかな、うわー、ごめん、味方でしょ、止められへんかったやつやん、待って、止められへん言うてたら、止められへんでって、すごい、アサリのゴリ押し錬金してくるから、ちょ、怖いところはありますけど、まあ、ここしっかり落として、で、これ、アサリ錬金して、オッケー、で、どうしようかな、この辺ちょっと止めとこう、あ、リッターにやられへんようにして、オッケー、僕の方見てるから、そっちにパワーを送り込んで、これで、あと2個ぐらいなんですが、あー、やるか、オッケー、ちょうだい、1個ちょうだい、1個、あ、1個あるわ、1個あるけど、ごめん、無理かも、カニがやべえ。ナイス、オッケー、グーグルでございます。さあ、これ多分味方として飛んだしてやられるな。オッケー、グーグルですと。さあ、でここから立て直すと、いや、いい勝負ですね。ちょっと待って、しっかり防衛しないと来るな。あ、来とるな、そこ、女、おるおる、してるそこ、おるで、まだ来るで、あれ来るで、突撃してくるよ。下からも来るかもしれん。とりあえずいっぱい塗っとこうかな。塗り、オッケー、当たってる。オッケー、グーグル、ありがとうございますと。ナイス、味方の人、塗り塗ってたら敵攻められへんからな。それ、あと2個か、味方の人。オッケー、僕めっちゃ持ってる、で、ほんまにいっぱいあげるわ。これ、とりあえず1個あげるわ。ほんで、この31アイスクリームね。31のアイスクリームの力を出しつつ、僕を持てる全ての力を捧げていくわ。持てる全てのアイスクリームを捧げていく。で、この辺おらんな。おらんか、もうないねん、アサリの。ごめん、アサリないねん。アサリがなくてごめんなさい。アサリがなくて、あかんあかん。オッケー、でもカニタンク使わしたんはでかいな。あ、ゴール待ってたんや。あ、やばい、これはごめん、味方ですよ。これタッチダウンされるわ、多分。ごめん、味方ですよ。あれ、持ってない、意外と持ってない、ラッキー。あ、こっちから入ってくるパターンですね、これは。この辺かな、こう上から登ってきて殴られるかな。こう、おるな、でも味方ですよ。ローラー、ここね、時間割いて。オッケー、ナイス。よっしゃ。このまま攻め押し切ったったらええんちゃうか。あ、ここにやられる。あ、これ試合終わるんじゃないの。でも、この人がこっちにおる。多分ローラーもおるし、こっちめっちゃ押し込んでるから終わりますね。完璧でございます。
敵の人がアサリをこうゴリ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 ラになって攻めすぎてて、その間にうちのチームがガッチャー完璧や。なんかあれですね、三国志のさ諸葛亮とかみたい、なんか戦略でよ勝ったようなね感じがしてさ、僕はめちゃくちゃいい勝利やと思う。きた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 、5連勝からのジュイーン。